どうもこんにちは、職人魂です。今日はヘルメット取り付け型、送風機、ウィンディのご紹介です。これはこれまでの分と比べて最新型に改良されました。まず大きな特徴は、電池を使わない充電式、そしてソーラー式、ソーラー充電、この2取りができるという大きなポイントです。従来型と比べて電池を使わないためボディがだいぶ薄くなって軽量になりました。この部分を開けていただきますと、この USB のコネクターによる、充電が可能になります。USB による充電は、約7時間、この状態ですね。こういう状態で USB に、パソコンの USB に差し込んでみてください。どうしても、車でシガーライターで充電したいとか、あと何て言うんですか、普通のコンセントで充電したい場合はですね、USB から変換できる、アダプターがありますので、それを電気店で購入していただければ可能になります。この商品はもう、一度、サフィス版のうちに充電を行っておりますので、このまま一度、作動してみたいと思います。スイッチはここにあります。装着した状態からでも、指がですね、入って、スイッチを入れることが可能です。入れてみます。従来型のファンの場合はモーターでした。それと比べて今回は、マイクロファンを使用しておりますので音がとても静かになっております。ここはルーバー式になってまして、送風の角度を変更することが可能です。とても、爽やかな風がですね、広い範囲にわたって、噴出されるのが実感できます。この商品は、ソーラー充電との併用が可能です。もちろんソーラーのみでの充電も可能です。ソーラーの場合はやっぱり、天候を、十分に猶予を見て、約8時間でフル充電が可能です。一旦 USB で充電し、それからまたソーラーで補うというのが一番理想的な使い方ではないでしょうか。付属部品のご紹介です。これは、ヘルメット取り付け用の金具になります。溝のないタイプヘルメットですね。溝というのはこういうふうなカーブのことなんですね。雨よけの溝ですね。これがある場合、ない場合というのがありますので使い分けてみてください。こちらが溝のあるタイプです。こちら溝が、深いタイプの場合ですね、いずれのパターンにも対応できるように、付属部品が、ついております。これは取り付け金具になりますので、この後、一度試してみたいと思います。では、実際にヘルメットに取り付けて、いってみましょう。まず一つ目のパーツがこちらになります。これをここへスライドさせて、組み合わせてみてください。はい、これで OK です。続いて、ヘルメット取り付け金具の、接続です。今回の場合は溝ありということなので、このパーツを使用していきたいと思います。旧型の場合はマジックテープで取り付けるタイプでした。それだと若干、安定感に不安がありましたので、今回はこの、新たにパーツが、組み合わされています。この部分へこれを、ペンホルダーのように、差し込んでいただく。これで完了です。重量的にもそんなに違和感はありません。で、こういう部分にこうルーパーで調整してあげて、首部分もしくはもう本当にこうある程度ヘルメットの内部に通じるようにですね、上向きとかこの2通りのですね、送風が可能になります。スイッチを入れてみたいと思います。
音も大変静かです。取り外したい場合はですね、ここの部分に、押すという、印がついてますので、これを押してください。で、これを押しながらですね、よっ、上向きに持ち上げれば、取り外しが可能です。暑い夏、ヘルメットを着用しながらの作業はですね、頭部を大変蒸れさせて、気がつけば熱中症なんていう大きなトラブルにもなりかねません。野外とか本当にね、なんていうんですか、その暑さ対策っていうのはですね、今後とても重要な、なると思いますんで、ぜひ、このウィンディをよろしくお願い申し上げます。